おいでだ、おいでって言ってたよ、おいでって言ったよね、カズト、なんて言ってる、カズトって言ったの、カズト言ってるの、カズト、何、カズトって言ってる、本当だ、言ってる言ってる、カズト、大変、カズト、ねねねさっちゃんって言ってる、え、カズト、ねねねねねねって言った、ねねねね、こうじゃタブレット持ってこなきゃ、どうすんのあれ、ここにもじゃこれも、あ、じゃあそう、うん。こうちゃん帰るよ、マーマに、ほら、じいじとマーマにバイバイしとき、あー、あーたガラガラですね、今何年かもよ、ね、なんか年末年始くらいじゃない、こんな隙すいてる台風だから、あれも行っちゃったわ、台風は行っちゃったよ、あれも行っちゃった、通行止めとかない、特に透明と新透明、ちょっとなんか静岡通行止めだったね。おお、上岡だ、懐かしいね。懐かしいね。このちょっと奥の方に住んだんだよ。駅前のファミレスで時間潰されてね。どうでしたっけ？資金があるから気が散るから。変わってないかな、上岡の駅前は。最悪っすね、今日は。ここから混む
横浜町田海老名ジャンクション渋滞10キロ50分透明のこの入り口でここまで始めるか。はい、結局9時24分通過。まあもうすごい混んでる。これじゃあ着くのは6時か。いやぴったり。合流すんのにすごい時間かかりそう。ですね、合流するのは大変ですな。わあなあ、もうすごい混んでる。まだ横浜町だから本線に合流できてないです。もう本線がすげえ混んでる。海老名サービスエリアを過ぎたあたりから流れ出しました。左がすごいね、これね。これみんな海老名サービスエリア入る。ずっとこれ晴れて職場に入る。もう10時だよ、ここね。ここまででも10時っすよ。行くとき行ったよ。はい、もうこれで渋滞ないかな。しばらくやっと10時でここまで。やばいじゃん。本当なら300キロぐらい進んでる。新東名の分岐に10時40分ぐらいですね。今日はニューセーフティーかな。今日はちょっとあんま天気が良くないから、残念ながら富士山は見えないです。はいはいはい。渋滞は今のところはない、なさそうやね。今整理や。そうそうそう。30% オフやってよ。ガンダム。ここには何アイス？ない？お子さんどれがいい？オンローキー。何？それ取りな。はい。はい。ね。はい。よし、いっぱい買ったね、こうちゃん。はい。ほら。行く
クーリッシュ。え、違うかね、食べ方。あれ、開けてないよ。はい、ふちゃけてるね。まあ、こぼすよ。うん。うん、そうそう。うん。はい。あ、何いいよ、大丈夫、大丈夫。濡れてるだけ。うん。あれ、あれ、よかったね。岡崎サービスエリアに到着。うん、大丈夫？絶対。行ってらっしゃいよ。口回し。気をつけて。はい、閉めて。はい。またピー写真撮る、うん、はい、チーズクイックイッ次、赤味噌だらけですね。さすが名古屋。どっちがいい？いつもどれ買ってるの？直角やな。なんだよ、ね、左のやつも直角レベル。あの下にビャン動いてる。これ動いてる。あれか、まだ動いてないやん。え、昨日台風とかあったから。こっちは関係ないと思う。わ、すげえジェットコースなりよ。え、すごいね、なんかね。
草津パーキング、よし、行くよ。釣り行くか。草津パーキングの出口の合流で、なんかめっちゃ混んでます。今もう15時半です。この感じやと4時半ぐらい。あかなんな。4時半は回るね。5時ぐらいか。雨降ってきた。雨降ってない4時44分。あ、そこじゃなかった。